ゼルダです。時のオカリナプレイ実況第37回、びっくりしたもう起動したらすぐに始まっちゃったの。そうだね、あの始めたところがあれだから、あれどうすんだっけ、ガノンドルフ城に行かなきゃいけないんですけど、寄り道していいですか。いいですよね。はい、ゲルドの修練場に行きます。せーのドン。はい、やってきましたゲルドの修練場。はい、銀のグローブであれするところをあれしてなくて、鍵が足りなくてまだ行ってないっていうところがねあったので、やってまいりました。と、いいよよよ、はい、はい、ここです。ここを押せばいいのかな。押します。
はい、ありがとうございます。出たー、でで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 、でで、よいしょ、わたたちゃんとてい、え、お、え、トラップかよ。絶対ここにね、鍵があるんだ。ああ、結局盾が、盾を返せ、盾、あれ盾取られてない、いや、よし、おっと、おー、出てきた出てきた、何が出た、あれ、出てきた出てきたね、あざーす、いただきます。あれ、めっちゃルピー手に入るじゃん、ここ、あ、ここにも出てる、これが鍵か、ここにあるな、さては隠し、ほらあるじゃん、あざーす、これで最後かな、これで最後だな、よし行こう、さらに、はい、ここ、はいはい、あそこに入りますよ、開けます、イエス、足りない、足りない、足りない、そんなバナナ嘘でしょ、あらら、あららら、え、ちょっと待ってよ、お、え、いや、さすがにもうね、さすがにもうないと思うんですよ、ここ、ここ行ってみるか、ここは、あ、ここはこの上か、あそこの上だったんだ、あれ、あそこ何、あれ、あそこの宝箱ある、全然気づかなかった、え、ちょっと待って、これどこの上だ、これどこの上だ、地理的に、地理的に、え、ちょっと待って、これどこの上だ、え、え、ちょっと待って、え、このこの部屋、あれ、扉とか何もない、あっちから来るのか、あの火の間、これ投げられないかな、あ、別、あ、跳ね返った、あー、ちょっと待って、部屋的なあれはない、隠し通路的なあれはないから、爆弾で壊す感じだ。
え、これどこだ？でも上側ってどこだ？今これ多分下側のフロアだから、下側のフロアだからここじゃないんだよ。なんか最初の3部屋ぐらいのどこか、最初の3部屋ぐらいのどこかだ。ちょっと待てよ。今このフロアの仮にここ1階だとしよう。なんか2階の位置にあるからここじゃない。ここじゃなくてもう1個上だから可能性としてはここ。この上ぐらい、はい、そうだね、高さ的にはここだよね、はいはい、で、ここから入ってあっちだから、え？入り口付近？こっからまっすぐあっちに行ったら入り口じゃない？だよね、だよね。え？この上だと思うんだよな。てかここ、ん？この上でしょ？え、ちょっと待って。見つけた。よし、これで OK だ。うわ、こんなの分かるかい。うわ、何分くらいさまよってます、これ。40分くらいさまよってる。30分くらいやってるのか、これ。よし、来た。あー氷の矢を手に入れた。おー、なるほど。ありがとうございます。あ、これ全部アイテム埋まったのか。あ、埋まってない。あ、思い出した。コメントいただきました。巨大蛇心臓の近くにあれがある、魔法大王星の泉があるっていうのを聞いたはずです。こんなところにひび割れが。あいたっす、あいたっす。めっちゃサボテン来る。せっせっ、いや、わかったわかった、いいよいいよ。はい、さあ、大王星の泉。あざす。パン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 パパン。きたー。ありがとうございます。今日もお美しい。いいですね、この視点、この舐め回すような視点。ようこそ、私は魔法の大妖精、あなたに魔法のアイテムを授けてあげる。さあ、受け取って。何くれるの？お、なんだ。聖なる衣が身を守る、シーで使える防御の魔法。なるほど、
一定時間で効果が切れるから気をつけるのよ。いつでもいらっしゃい。魔法の MP も回復して、あ、回復してくれた。思わせぶりな。で、カカシ、カカシだ。ハイリア湖にあるカカシにオリジナルの曲を吹かせると、なんかカカシの歌さあやってまいりましたよっと、カカシに歌を聞かせるんだよね。ほら、天才カカシボヌール、一度聞いたことは絶対忘れないカカシだぜベイベー。お、お金だ。そいつなんか吹いてみなよベイベー。覚えていただきました。後ろのカカシはなんだっけ。めっちゃ難しいじゃん。めっちゃ難しいじゃん。はい、じゃあ、大人になってまたここに行きます。ドン。はい、やってきました。ボヌールのところに来ました。あ、後ろのカカシなくなってる。ずいぶん大きくなったな。お前の曲は、あれ、いや、忘れたりなんかしないぜ。お前こそ忘れたんだろ。吹きます。そいつであの曲吹いてみなよベイベー。カカシの歌を吹いた。イエーイ、そうだその曲だ、感謝感激。いや、忘れてたわけじゃないぜ。でもお礼したい気分だベイベー。そうだ、オラの仲間ピエールがどっかでさすらってるから呼びたい時にその曲を吹いてみな。近くにいれば力になるよ、言っておいてやるぜベイベー。なるほど。じゃあ今日はこのぐらいでやめておきますか。はい、ゼルダの伝説時のオカリナプレイ実況第37回、というわけでちょっと早めに終わっちゃうかな、編集したら。なので、まあ、ちょっとお話を、この時のオカリナをプレイしてて、まあ、思ったことなんですけど、こう、まあ、メダルとかあるじゃないですかね。で、この賢者6人、賢者がそのリンク、7年前のリンクと縁のある人物ばっかりなんですよね、それを今、前回かナボールのお話の時に気づいて、全員7年前のこのリンクにゆかりのある人物で、光のあのおっさんだけね、わかんない、わかんないで気づいた。あの光の賢者のおっさんってフクロウなんじゃないかなと、そのうちまたいずれ明かされるのかな、明かされないのか、だって急に出てきたじゃない、大人になってね、大人になって賢者の間に行ったらいきなりあの光のおっさんがいましたみたいな、ただその7年前の、魂の神殿で私はもう教えることは何もない、さらばじゃんみたいな、ほほーみたいな感じで去ってたでしょ。あのあと賢者になったんじゃないかなって思ってるんですけどね、どうなんでしょうね。はい、というわけでジェルタンです、時のオカリナプレイ授業第37回でした。それではまた次回バイバイ。メインチャンネルもよろしくお願いします。